はい、今津良取元町という、バス停で下車しました。まあ、ちょっとねここが近いかどうかわからないんですけども、ちょっとあまりよくね見ずに乗ってしまったんですけども、多分この先なんかこっち側の、川を渡る方向にバスが行くんじゃないかと思うので、まあこの2つ先ぐらい、というかねこの1キロぐらい北、でまあ本当は降りたかったんですけどもね、なんかわかんない、まあより遠いところに連れてこられるよりはこっちということで、あちょっとなんか、直前までいろいろ見てたんですけどね、わからなかったですね。ちなみにここ右側川で広瀬川ですね。利根川の支流で、確か前橋市の、前橋でも流れてますよね、広瀬川ってね。その前橋市の利根川よりは、東側の方だったと思いますけどもね。はい。伊勢崎。ここは人口は確か20万ぐらいいて、太田と同じぐらい、太田と伊勢崎の力関係はどんなもんでしたかね。まあいいや。私はまあ一応前には来たことはありますけども、ゲーセン目的ではないですね。寒いな。ちょっとこのね、今もう3月中旬なんですけども、今はちょっと空っ風という感じですかね。西高東低の気圧配置なんでしょうか。ちょっと今ね、このタイミングでは風方向に向かって歩かないといけないので、若干きつい、そして、残念ながら音も入っていないかもしれない。あれここまっすぐ行けないんか、まあ別にいいんですけどもね。方角的にはこっちの方なのでね、まあ適当に。特に語ることもないし、無理やり語る必要もないですね。伊勢崎といえば、伊勢崎オートというのはありますね。まあ、今日私も、これから行くゲーセン、2軒目か3軒目ぐらい、ナムコの近くですかね。伊勢崎オート、せっかくだからというかね、まあ、そこに行くバスとかもあればね使ってもよかったんですけども、ちょっと、その辺もよくわからなかったという。はい。そうこの辺はね鉄道もあんまりないのでというか、その、まあ、これ見てもわかるわからないか伊勢崎もね結構こう街がベターっと広がってるので、ゲーセンもこう駅前とかじゃなくてね散ってるんですよね。でまあせっかくだからまあ全部行きたいんですけどもそう、まあ、全部というかまあそのね明らかにメダルとかなさそうなね小さいお店とかはちょっと行けないところもあるんですけども、まあできればまあこの後ね、まあ、1軒目レジャーランド、そしてその後ナムコと、遊びの国、そしてモーリーですね、行きたいんですけども、そうそうそう、このここにもバス停ありますけども、これはコミュニティバスなんですよね。そうだからコミュニティバスのバス停で、こことあとまあ、このもう一つ先ぐらい、なんかその辺で降りたかったんですけども、まあ、まあいいですもうここまで来たらもうそんなこと言ってもしょうがないですね。歩くだけですね。はい。山は一応見えてますね。正面にあれは赤城でしょうな。はい。正面つってもこのカメラでちゃんと映せてるかわかんないですけども、真ん中の丸っこいところの上にまあなんか、電波塔かなんか立ってますけども、あそこがてっぺんですかね。赤城はね頂点が分かりづらいんですよね。なんかすごいボコボコしててね。そう、ちなみに春名さんもなんかそんな感じですけども、あっちはなんか春名富士みたいなね、ちょっとこう台形になってる山が、割と分かりやすかった感じ。そして全然雪がないのか赤城。一応まあ標高1600ぐらいはありましたかね。大沼で1300だからな、もっとあるか。だからこの時期は普通に雪をかぶっているのが自然な気もしますけどもね。そうだよな、あの位置で溶けてるってことはね、3月上旬とかよっぽ
ことあったか、あったということですかね。バス停降りたの何分でしたっけ。10分ぐらい歩いてると思いますけど、この西松屋のところで左ですね。正面、まあちょっとこのカメラでは厳しいですけども、日光南大様が、ちょっと雪かぶってますね。はい、そして今真正面に見えてるあの白いのが浅間山ですかね。例によってこのカメラではちゃんと映せているかどうか怪しいですけどもね。本当にこのね、あの視界が良好な時はもう真っ白な、シルエットがね美しいですけども、今日は、まあちょっと、まあ、もう春になっちゃうとやっぱりこの空気はどうしてもね、ちょっと濁るというかね。はい、この道をまっすぐ行って左側にあるっぽいですけどもね。ちなみに今時刻はちょうど9時になったところですね。その群馬レジャーランド1店舗目なんですけども、そこは24時間営業ということで、とりあえず、まあ早い時間に、ね、行ってみようということで今行ってるんですけども、まあメダルコーナーとかはまだやってない可能性は十分ありますね。まあわからない。48分に降りたとすると18分ぐらい歩いてますかね。相変わらずこの向かい風の中をね、進んでいる感じで、寒いのとちょっとなんか目が痛くなってきましたね。まあ仕方がない。本当に風が強いですな。そう、なんか北風でね、もう声入ってますかね。なんかあれね、叩きつけるような感じという印象は。そう、全然なんか爽やかな感じとかないんですよね。はい、まあでもせっかく群馬に来たのでね、上州名物ということで、まあ何かしら、その交差点よりまだ先ですかね。そしてなんか意外とこう、ね、商業施設とかもあるというか、まあここは駅からは遠いけども、そうか、伊勢崎は別に駅が中心というわけでもないんですかね。そう、でもどこが中心なんだろう、そしたら。あんまり中心という概念がそもそもないのかな。太田なんかは結構あの駅前のね、風俗街というか、あの辺がまあ真ん中という感じがありますけどもね。あ、そういえば伊勢崎大田のところにあのアメダスがあるんでしたがね。どうでもいいけど、この前、確か初めて40度超えたんでしたがね。そう、この近隣だとね、まあ、館林が高温が出やすいアメダスとして有名で、そちらはなんかね、あの環境があまり良くなかったのを、移設したらね、最高気温が出にくくなったみたいな話なんですけども、それに対してこの伊勢崎はね、もともと環境がかなりいい、その、だだっ広い芝生の中に、観測機器が置いてあるとかでね、まあなんか、そんな話だった気がします。はい、多分24分ほど歩いてきましたが、これですかね。多分地図上ではこれだと思う。そうですね、群馬レジャーランド伊勢崎、まあ、メダルコーナーが空いてるかどうかわかんない。まあ、というかメダルコーナー自体がないってことはないと思いますけどもね。お、いいですね、この雰囲気がね、逆光ということで行ってみましょう。はい、ということでこちら、群馬レジャーランド伊勢崎出てきました。ここメダルゲーム結構ありましたね。そして普通に朝からやってましたね。朝8時からね、メダルコーナーとかもできるみたいですね。で、シングルメダルは、セガのアトラクティブデッキ効果とクラウド9、それから、まあ、コナミ系が、10何台かありましたかね。はい、それ以外にメディアライアンスでは、チョロ級レーシング5ですかね、まあ、私もあまりあのシリーズ知らないんですけども、まあ、そのぐらいかな。あとはプッシャーいっぱいありましたね。で、遊んでる人もこの朝9時台なんですけども結構いましたね。そしてメダルも安い、100円30枚1100円500枚、でまあ、結構ね、そのだからやり込んでもまあ良かった。まあ今日はちょっと時間がね怪しいんで、まあ、あれなんですけども、なんですけども、ここは動画、だけじゃなくて、写真もかな、撮影禁止となってましたね。まあ、ちょっと写真はね、あの撮ってきてしまったんですけども、まあなんか、ね、注意されたらもちろんそれはやめるつもりでしたけども、まあまあこのぐらいのね画像の紹介はまあ許される、許されないですかね。はい、許されなかったらごめんなさいですけども、はい。で、ここは渡りたかったけどちょっと間に合わないですね。次のゲーセンは、道沿いだとこの道をずっと行くとね、ナムコとかに着くみたいなんですけども、先に、ミスターマックスというところにある、モーリーファンタジーですね、そちらを片付けたいと思います。
ここ渡ってなんかその歩道橋のあたりを左ですかね、方向的にはこっち、はい、伊勢崎綱取りですね。綱取りというんですね。はい、ここの歩道橋の手前、ここ左ですね。また風が、さっきちょっと言い忘れたんですけどもね、先ほど乗った本庄伊勢崎のバス、あれ現金のみでしたね。当然スイカが使えるものと思っていたんですけども、全く導入しておらず、しかもなんかね、あの独自のこうバスカード的なやつにね、こう、ずっとそれを使っているので、まあ、なかなか切り替えられないみたいな、だったらまあ分からなくもないんですけども、最初からもう全くそういうのがなくてね、本当に現金のみという、これは意外でしたね。でもうなんかね、ここは首都圏と呼べるかどうか微妙な範囲ですけどもね、あれだけ本数あって利用者もそこそこいたので、なんで導入しないんだろうと思っちゃいますけどもね。そう、あの田舎の三点コンツですらね、もう導入してるのでね、この群馬だったらどうなんでしょうね。で、まだしばらく直進、32分ぐらいね、さっきのゲーセンからかかるみたいですね。はい、レジャランから12分ほど歩いてきました。ここ右ですね。で、この道がカーブしてるんですけども、まあ、これにとってね、というかもう道なりに行けばもう、着くみたいですね。久しぶりに見ましたね、バキュームカー。下水道整備されてないってこれマジって感じですけどもね。なんか一瞬すげえ臭かったけど、ここは大丈夫だな。16分ぐらい歩いてますね。なんかずっとこの、住宅地、まあなんか、ね、データが広がってるという印象ですかね。レジャランから23分、なんかちょっと街を抜けてきた感じがありますかね。はい、そして相変わらず戸建てが多い。街の真ん中の方は分かんないですけどもね、確か伊勢崎って人口20万はいないのかな、15万以上は少なくともいると思いますけども、なんかね、そのぐらい人口が多い町で、なんかこの戸建て率の高さみたいなのを見たら、結構上位なんじゃないですかね、伊勢崎はね。そんなこともないのかな。なんか途中のね、バスに乗っている時から、なんか、もうずっとこんなね、景色だったような印象があるんですけどもね。はい。まあ、土地を贅沢に使っているという感じ。まあ、わかんないですけどもね。そしてミスターマックスは結構大きい商業施設だと思うので見えてもおかしくないか、まだかかりますかね。はい、今信号がちょっとね点滅したんで急いで来てしまいましたが、今そこのね、そっちの道から出てきたところですね。こちらが、ミスターマックスだけどメックスというんですか、結構広いでかい、レジャランから31分かかりましたね。この中にモーリーファンタジーがあるみたいなんで行ってみましょう。はい、こちらはミスターマックスメルクス、ハイトスポーツとなりますね。かっこいいですね。まあ、テントの広さはまあ普通ぐらいなんですけども、なんか相対的にこうメダルエリアが、ね、広くて、まあ、結構、なんか台数は多かったですかね。そう、なんか大型のプッシャーはないんですけど、結構小型のプッシャーというんですかね、それがなんか多かった印象。その4人でプレイするようなやつですね。はい。で、あとは、クレヨン広場シリーズですね。これはまあ、モーリーファンタジーではあんまり導入例がないんじゃないかと思いますね。結構ナムコなんかでは多いんですけども、それが6台ほどありましたね。はい。まあ、それがちょっと特徴かな。ただまあ、レア機種と呼べるようなものはない、と思います。はい。ということでね、まあ、普通にプレイせずに出てきましたね。今10時20分で、次はまあ3店舗割と近いところに固まってるみたいなんですけどもね。西武モールというんですかね。まあ、伊勢崎市の西の方にあるそのモール、まあ、なんかこう地図で見ても、あの一つのショッピングモールという感じではなくて、なんか大型の店舗がね、割とこう道路を挟んでとか、なんか近くに点在しているようなね、エリアみたいなんですけども、そこに3店舗ほどゲーセンがあるみたいなので、行ってみたいと思います。とりあえずここを左みたいですね。ここを左に行ってなんか細い道を、ぐねぐねと、15分ぐらいで着くみたいです。はい、さっき 左に曲がると言いましたが、それは間違いでね、それは通じてなかったですね。さっきからちょっと来たところ、ここを、左で、そこのまあ、アパートの前、ここをすぐ右ですね。
ミスターミックスから8分ほど歩いてきて、ここを左で、もうなんか青木の看板がありますけども、その右前方のあたりがもうなんかそのね、西武モールに入る、そんな感じで、とりあえず1店舗目、ここから近いのはベイシアみたいですね。ベイシアの中にはちょっとしたゲームコーナーがある。でその先に、なんか、よくわからない、聞いたことのないようなゲーセンが一つと、ナムコがあるみたいです。こちらベイシア出てきました。まあ、こちら裏口ですね。そこに2階ゲームコーナー遊びの国とありますけども、まあ、この2階部分、このすぐここですかね。違う、もうちょい奥だな。向こう側ですね。そこの、2階に、まあ、小規模なゲームコーナーがあって、メダルはまあ、アム G 社製とかがね、数台ある程度で、まあ、全然、なんか私がプレイするようなのはなかったですね。あとはまあちょっと珍しいキディライドがありましたかね。はい、中国製がなんかですかね、まあ、わかんないですけども。そして次はこちらですか、ここ、インターワールドとありますね。うわすげえな、見てみましょう。こちらインターワールド出てきました。なんかあまり前情報出てきたんですけども、ここなんか面白いですね。伊勢エビキャッチャーなんですかね、あれは。それが置いてあったり、メダルもね、結構古めのプッシャーとかがね、かましてたりして、なかなか面白い。ただメダルコーナーは全然遊んでる人いなかったですね。まあ、音ゲーとかはそれなりにいたんですけどもね。あとまあ古いアーケード筐体とかですね。はい。でメダルもね、1000円500枚と安いので、まあ、ここでプレイしてもよかったんですけどもね、ちょっと残念ながらあまり取りたい機種がね、ちょっとなかったかなという感じで、まあ、一応ナムコですかね、あれは違うか、なんかあのシリーズどこが出してるのかわかんないですけども、シングルプッシャー系、羊飼いのペターとかですかね、まあ、その辺はまあ一応プレイ、まあ、できないことはないんですけどもね、ちょっとなんかスルーしてしまいましたな。はい。で、まぁ、ちょっと動画にもね、入れたプライズキー、あれに100円だけ使って、まぁ、出てきてしまいましたね。はい。で、ここがオートレース場東の交差点で、もうちょっと先ですかね、ゲーセンのナムコがあるはずなんですが、わからんな。この辺じゃないんですかね。ちょっと地図をちゃんと、あ、そこだ。もう正面ですね。はい、すぐそこ行きましょう。はい、ちょっと今見えたかわかんないですけど、撮影禁止でしたね、ここはね。まあ事前の情報でね、ここシングルメダルが結構あるというのは知っていたんですけども、まあ結構ありましたね、本当にね。で、クロームのゲームとかも、まあ、ワイルドローズのトリニティガーデンとかはそんなに出回ってないと思うんですけども、そういうのがね、あったりして、シングルメダルかなり充実してますね。群馬県だとまあ、ゲームシティボストンとかにも結構ありますけどもね、まあ、ここが、一番なのかな。はい。北関東の福井で見ると、さすがにプラボ宇都宮あたりにはかなわないですかね。ここもなんかプラボ系ですかね。そう、ナムコの中でもプラボ、というね、元々の、店舗は、メダルが多い印象。で、現在11時7分で、西武モール、こちらを、11時20分に出るバスがあるみたいなので、まあ、とりあえずそれには、乗れると思うんですが、バス停はちゃんと調べた方がいいですね、これはね。はい、上空輸送ヘリかなんか飛んでますね。
国道50号ちょっと北か。なんかね、あそこに伊勢崎用途結構なんかいろいろ出てますね。わかんないですけども、でもこれ多分前橋方面まで続いてますよね、この道はね。郊外の、よくある幹線道路というイメージですかね。でバス停はもうちょい先ですかね。この次の道を左ぐらい、次の道というか信号ですかね。なんかなんだろう、ちょっとこう左に入ったところにあるみたいなんですけどね、この道沿いじゃなくて、もう少し行ってみますか。はい、そこの信号まで来て左に曲がったんですけど、ちょっと行き過ぎましたかね。なんかわからないんだよな。そう、そのなんか駐車場の中にあるような感じで、この辺にあるんですかね。ちょっとこれ乗り遅れるとまずいんで、わかんねえ。バス停のそのね、縦札というかあれが見えないですね。ありましたね、このベイシアの脇でしたね。信号まで行かずと、ちょっと分かりづらいというか難易度高いですね、ここはね。ここから入っていくのが、正解、伊勢崎駅北巡回、1日乗車券200円ですね。はい、ということで、このね、コミュニティガス仕様の、いかにもな、小型車でね、5分遅れで来て、5分遅れで到着。こちら伊勢崎駅前ですけども、なんもねえな。ベイシアしかないですね。これ今途中はね、なんか商店街的なところも通ったんですけども、それが、一本だから南側という感じ。ちょっと細かくて見づらい。で、次私スマークに行きたいんですけども、ここではないですね。コミュニティバスじゃなくて、ちょっとそれも後で見ればいいんですけども、別のバスで行くんですが、12時55分発ということで、1時間10分待ちですね。で、本当になんか時間潰そうにもどうしようもないような感じだけども、今一応昼時なのでね、餃子の満州だけあるので、仕方なくそこで食べましょうか。別に餃子の満州嫌いではないですけどもね、なんかそれ一つしかないっていうとちょっとイマイチな気がしてしまう。で、一応この近くにね、ゲームスポットとしては、化粧寺公園というね、遊園地の中の遊具がちょっと怪しいというかね、あるんですけども、ここですね。ただ若干遠い、行くとしたら本当1時間10分、ね、ギリギリで歩き詰めになるのと、あとはその今公式サイトのバスの中で見たんですけども、ちょっとね、遊具やってないんですよね。その公園自体は空いていて、一部の遊具のみ、稼働してますという話なんですけども、そのなんかゲームコーナー的なところはどうも閉まってるっぽいので、ちょっと行っても意味がないなということで、ちなみにここ伊勢崎駅は、東武伊勢崎線と JR の両毛線がね、両方乗り入れていて、手前が東武なんですけども、そこの電光掲示にある通り、日中1時間1本です。ちょっとひどいですよね、これはね。もう全然東武がやる気ないんですよね。その利用者がいないからって東武が減らして、さらに利用者が減って本数も減るっていう、悪循環なんですよね、この辺はね。そう朝はね、多少は本数あるんですけどもね。朝っつうか、この5時台の多さとかすげえな。そんだけ東京に行く需要があるってことですかね。そして両毛線も、前橋方面はね、この黒丸の始発が若干あるんですけども、桐生山方面は、毎時1本ということで、町の規模、そのね、この住宅地の広がりなんかを見るとね、人口としては結構いるんですけども、やっぱり集積がね、ないという感じなので、ちょっと残念。そしてこちらが伊勢崎駅の北口、南口よりもさらに何もないですね。いやー、寂しいわ。
そう、このだからなんか卵が先か鶏が先かみたいな話ですけどもね、あの車社会だから駅前がしょぼいのか、まあ、その公共交通機関が貧弱だから車社会に仕方なくなってしまったのかみたいな話ですな。はい、本当に餃子の満州一択かこれは。